TAC, TAC は東京大学が開発したコンピュータ。一般に東大と東芝が共同開発したとされているが、大変な難産の結果、東芝が協力していない部分や日立製作所が協力た部分がある。1959年に最終バージョンが完成した。以下所属において特筆していないものは全て、大学は東京帝国大学東京大学。 企業は東京電機東芝。役職も当時のもの。以下、村田武を日本における計算機の歴史、真空管とブラウン管による計算機 TAC を主に参照するが、本機についてはプロトタイプの存在への言及や名称について文献により差異があるため核なものではない。ここでは3世代があったものとし、初代については通称で使われている。 東芝 TAC、その後は TAC2 代目、TAC3 代目と呼んで区別する。村田によると、開発の原型は1948年には東芝で始まっていたという。三田は同年エニアックに興味を持ち、山下の元を訪ねるなど一人で研究の下積みをしており、試作機を作って真空管による論理回路、ウィリアムス管。 ブラウン鑑式メモリなどの研究を行っていい。1950年にはさらに前日の松熊とヤギに声をかけ、当時入手可能だったコンピュータの情報で研究に入る。ノイマンのエドバックの論文を入手して解析、1951年に東芝 TAC の組み立ては始まっていい。そして同年、文部省。 今の文部科学省科学研究費による電子計算機研究班が立ち上げられ、山下が班長を担当、天宮と三田が協力した。翌年これをもとに同省同費の申請がされ、1011万円という国内としては巨額の費用が認められた。当時欧米ではコンピュータが専門分野で稼働し始めており、注目したユネスコが国際係数センターを設立する。 村田によると IOC により1951年2月にパリ条約会議が開催され山下と外務省の萩原徹が出席これに刺激されて TAC に多大な予算が出たというまた大倉省で当時主計官をしていた相沢秀行のひらめきやその他の各関係分野の権威の力添えでも資金が出たと語っている真空化による 論理回路やウィリアムス間を研究していた東芝が参加してハードウェア、東大側がソフトウェアを研究する形で研究が進められ、製造契約も結ばれた。東芝 TAC ではまだ手作りだったが、二代目は製品として設計されていた。プログラムを担当したのは天宮、元岡、山田、後藤、村田。村田は理学部から工学部に移り、 m v i l e s がエドサックについて記した書籍ザ・プリパレーション・オブ・プログラムズ・ファーアンエレクトロニック・デジタル・コンピューター電気式デジタル計算器用プログラムのためにを読みながら東芝 TAC を勉強入出力部分を作っていた命令セットでエドサックを参考にしているのはこれが理由であるしかし半年経つと東芝だけではハードが作れないため東大に協力を求め 結果として村田が東芝に派遣、ハード制作特にウィリアムス間のテストなど、ヤギの手伝いを1年半行った。1954年末に試作機が東大に納入され、村田も東大に戻って中澤と共に実務を担当。計画管理は天宮が行った。試作機は180センチメートルの棚が12列あり、真空管が6550本ほど。 17メートル7.5メートルの部屋に入りきらず、廊下にはみ出していた。調整は、東芝の松熊とヤお及び工場から派遣された1から2名の、計3から4名で行った。当初は2年で研究、技術レベルを上げるのが目標だったが、文部省、大倉省に金を出させるため、2年で実用化という、ノルマを無理やり定着させられ、天宮も、 強引に計画書に書かされたようなものという。だが調整が難航する。主な難航要因は、以下の通り、また蒸気に補足して、村田は初期のコンピュータは、真空管がすぐ切れるからという俗説に対し、当時の東芝の真空管は、日本一性能が良く、滅多に切れるものではなかった。真空管にかかる電圧をわざと下げて、誤作動を事前に間引きしておけば、 当分真空管のトラブルは起きない。素子が少し不安定でも、素子の放射が半分でも平気なぐらいに回路を組めばいい。実は、現代のトランジスタも不安定であり、そこが露見しないよう、良い意味でごまかして回路を組んでいるだけだとの談話を残している。やがて、ライクマンがコアメモリを作ると、アメリカの心臓コンピュータはすべてコアメモリ式にくら返した。 三田の記憶装置の研究もコアメモリ中心になり、TAC は納品したが、ずっと動かないかもとこぼし始めた。後藤も、TAC はもう動かねえ。それじゃいけないから、あとはこっそりパラメトロン。後藤が独力で発明した素子で作っちまおう。後藤は良くも悪くも思ったことはズバリという主義で、日本人がコンピュータを作った。での証言も、 こうした言葉遣いで記録されていると言ったが、村田は同感だが、動かないなら、動かない理由を調査し、発表したいと返答を。しょうがねえなと言ったことは、完成を見ることなく TAC を去り、高橋や東芝も1956年に撤退した。そうしているうち同1956年には、岡崎文治が、しかも組み立て以外事実上一人で7年かけて、制作した。 フジックを完成、初の国産コンピュータ完成という座は、フジックに奪われた。さらに、翌1957年10月4日の朝日新聞に、超スロモーの電子計算機という見出しと、コンピュータ開発に、ノイマンの法則、いつ聞かれても完成は、半年後があるが、6年経っても動かないのはどうか。動かない理由を公表すべき、要約などと書かれた記事が載り、一般には、 積極的公開をしていなかった TAC の存在と、その頓挫した状況が批判されてしまう。村田によると、記事の質は、いい加減でなく、しっかり書かれていたとのこと。続けて12月頃には、毎日新聞の連載記事の中で、犬は地球を歩くという見出しにより、ロシアで人工衛星に犬が乗る時代なのに、日本の地上ではコンピュータさえ動いていないと揶揄された。 これで、文部省や大倉省の役員、特に文部省は、権威ある人物が揃っていたが、東大工学部に来たことにより、村田は工学部長に呼び出され、マスコミは、ああ書いたが、真相はどうだと問い詰められた。村田は、ウィリアムス缶が1本、18バイトだけちゃんと動いたので、これを続ければ大丈夫ではと回答。これを受けて山内が、 皆で TAC を見に行くよう働きかけ、これが16本動けば大丈夫とフォローした。もちろん村田はその時、1本と16本では動かすことが運命の差ということを言わないが理解していたという。もちろん当時の国内のコンピュータ業界では TAC の現状は周知の事実であれはもうダメだと言われていた。しかも TAC に出ていた国と大学から公式予算は 維持費の増加でどんどん膨れ上がり、他の新たなコンピュータプロジェクトが予算を申請しても通らなくなっていた。そして同年末、号を煮やして全てをやり直すことになる。村田が、ウィリアムス館、中澤が論理回路を手掛け、事実上二人の手作りとなった。天宮は、あの二人は別々では、ただのエンジニアだが、コンビだとすごい力を出すから、 絶対コンビで仕事をさせろと主張したという。他にも岡や山田も研究を継続した。外観は二代目と同じだが、中身はフルリメイクで、ある小さな電気屋に図面をたくさん描かせ、アルバイトの学生何人かにハンダ付けを覚えさせ、組み立てを急いだ。天宮が各種調達に走り回り、部品代で600万円分、東芝から真空管とブラウン管。 日立製作所からも真空管の協力があった。そして結局、朝日新聞で叩かれた1年3ヶ月後の1959年1月21日に動作に成功した。日本中の権威が見に来たが、朝日新聞はこれを報じなかった。村田によると、基本的構造は難しくなかったが、長期間触れたことで、やってはいけないこと。 真空管の性能に比例する動作などは使わない、テレビやラジオみたいなアナログ回路の感覚で作らない度が経験として身についていただという。すでに動いていたパラメトロン機と比べると本機の真空管による電子計算の高速さは威力を発揮した。フジックがランダムアクセスに何のある遅延記憶装置を指記憶としていたのに対し、完全。 ランダムアクセス可能なウィリアムス艦の採用は動作にこぎつけるまでに難航した原因の一つではあったものの動作してしまえばその威力を発揮した。なお、IBM 機より優れていたという逸話も本機の解説などで見られるがそのエピソードは当時の新鋭機コアメモリを使用がまだ日本には入っておらずドラムを主記憶としていたため遅かった。 IBM 650との比較であることに留意が必要である。以上の性能のほか、機能面で重要なものとしては、以下の2点が挙げられる。いずれもあると使いやすさが格段に違うため、ぜひ入れたいということになった。メンテナンスは、最初の1年が村田と中沢、次に、東京大学総合試験所に、さらに1959年10月からは、運用を森口茂和教授。 ハードを、宮間敦司助教授が担当。512ワードすべてを使うプログラムを動かすときは、電源の安定している夜でないと動かせず、24時に依頼者に来てもらって、1時から4時まで動かすことが多かったという。1962年に稼働時間1万時間を超えると故障も多発してきたので、同年7月に稼働を終了した。 同年解体され現存しないが、東芝資料館には、ウィリアムス館など、TAC の一部部品や写真が所蔵されている。またメンテナンス以上を機に、村田と中澤は、日立に入社し、後に、トランジスタ式コンピュータのヒタック5020などを開発した。同時期に、大阪大学でも、真空間式のコンピュータ、半大計算機と呼ばれているを、研究。 開発していた。この富士ク TAC 半台計算機の3台が日本で建造された真空間式による電子計算機であ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。